はい、こんにちは。スプレーアートエデンの梅ちゃんです。ということで今日はね、ベロちゃんにドッキリをやっていきたいと思います。ということで、ドッキリの内容がですね、今日みんな、今ね、みんなでね、ライブをやってんだけど、みんながベロちゃんをいじめてほしいって、もう本当にみんなが言うから、アヌンナキさん、オオカミさん、誰だ、他に、ユウヤさん、あ、これ、マコトさん、ユカリさん、ワカナさん、タケさん、リオンさんも、ユウヤさんもか。もうみんながね、ベロちゃん、ドッキリしたくて、なんかいじめたくて、しょうがないっていうね、なんかリスナーさんがね、どうしてもベロちゃんに、ドッキリ、したいということで、俺はね、みんなに言ったんだよ。そらかわいそうだぞと。ベロちゃん見てると思うけど、この動画ね、かわいそうって言ったんだけど、明日日本語のライブベロちゃん一人でやるんだけど、そこでみんな漢字でコメントみんなします。ベロちゃんがライブやってんだけど漢字読めないから、みんなねすごい優しいんだよね、いつもね。 でだからコメントはいつもひらがなでやってくれてんだけど、もうなんか漢字ひらがなで打つのみんなめんどくせえんだよって言うから、みんなゆかりさん爆笑、おでこにドッキリって書いとこう、ゆうやさんそこまで言ってない、あぬんなしさん先に謝っとくね、ごめんよ、うめちゃんひどいエデンさんのネタやで、企画だよ、話が違う、この裏切り者、いや言ってないしっていう感じで、みんなからコメントもらってるけど、みんながやるからオッケー。ということで、ベロちゃんの反応を見たいと思います。ベロちゃんに漢字だけドッキリが始まります。オッケー。ということで、ベロちゃんの反応がどうなのか見てみたいと思います。来たけど、来た始まった。まことさん、なんて書いてあるんだ。今日はベロちゃん可愛いね、まことさん開始ですか。スプレーアートエデン読めねえ。今宵も楽しい夜で候。あと2本。やばい読めねえ。読めるコメントしか読んでない。ベロちゃんごめん。弱っ。気づかない。全然気づかない。無反応だって。なんて書いてんの。無視すんなだって。あ、漢字がいっぱい。読めない。気づいた。気づいた。うわ。漢字って超難しい。読めない。はい、ということで、ベロちゃんのドッキリ終わりました。どうでしたか。いや、最初全然気づいてないからさ、どうしようと思ったけど、あんま最後まで気づいてなかったね。ということで、皆さんドキドキしましたでしょうか。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴ。もしなんか他のなんかアイディアとかあれば、どんどんコメントください。オッケー、アディオスアミゴス。